シャハラザードは言った。大幸王騎王様、私の聞き及びましたところでは、昔、商人の中の一人の商人がおりまして、数々の富を持ち、あらゆる国々に渡ってて広く商売をいたしておりました。日々のうちのある日、その商人は馬に乗って、商用のため、2、3の地方に向けて、出発いたしました。ところが暑さがあまりひどくなったので、彼は一本の木の下に腰を下ろし、そして食料袋を開いて、食物とそれからナツメヤシの実をいくつか取り出しました。ナツメヤシを食べ終えると、その種を手の中に拾い集めて、それを勢いよく遠くに投げ捨てました。すると突然、その男の前に、竹の高い一人の鬼神が現れ、剣を振りかざしながら、商人に近づいてきて、叫びました。さあ立て。貴様が俺の子供を殺したように、俺も貴様を殺してやるから。商人は当惑と恐怖の極みに達して、これに申しました。一体どうして、私があなたのお子様を殺したというのですか。鬼神は言いました。貴様は夏目ヤシを食ってから、種を投げたろう。その種が飛んできて、俺の息子の胸に当たったのだ。というのは、俺と息子は、ちょうどそこの空を通っていたのだ。俺は息子を運び、息子は俺に運ばれて、そこでそれが最後となって、子供はそれなり、即座に死んでしまったわい。商人は、もう自分には頼りも救いもないことがわかりまして、鬼神の方に両の手のひらを差し出しながら、言いました。大鬼神様、私は信者でございまして、あなたに嘘などつくことはできませぬ。ところで、私にはたくさんの富があり、また子供たちも妻もある身です。それに、家には人様から頼まれて、預かっておいてある品々がございます。ですから、どうか私を一旦自宅にやって、しかるべき人にしかるべきものを返させてください。それが済んだら、私はあなたのところに戻ってきます。その後で必ず、あなたのそばに戻ってくるという、約束と誓いを立てます。その上で私を好きなようにしてください。アッダーが私の言葉の保証人でございます。すると魔人は信用して、商人を出発させました。そこで商人は自分の国に帰って、あらゆる絆を断ち、しかるべきものにしかるべき責務を果たしました。次に妻や子供に、自分の身に起こったことを打ち明けました。するとみんな、泣き始めました。親戚も女たちも子供たちも。それから商人は遺言をして、その年の終わりまで、家族と一緒に暮らしました。こうした後で、いよいよ出発の決心をし、強化扉を小脇に抱えて、近親や近所の人々や親戚たちに糸まごいをし、そして花にもかかわらず出かけました。みんなは彼の身の上を嘆いて、終生の叫びを上げ始めました。さて商人の方は、友人親戚をそのままに残して、旅を続けました。そして魔人の手に身を渡さなければならぬ、九段の場所に着きました。その日はちょうど、正月元旦でした。ところで商人が腰を下ろして、我が身に降りかかったことについて泣いていますと、そこに一人の年取った老人が、鎖で繋いだ一頭のカモシカを引いて、商人の方にやって参りました。老人は商人に挨拶して、その繁栄を祈ってから申しました。魔人どもの出没するこんな場所に、どうしてたった一人で留まっていなさるのか。そこで商人は、鬼神との間に起こったことと、この場所に来ているわけを、話して聞かせました。すると、カモシカの主人のその老人は、非常に驚いていました。アッダーにかけて、お兄弟よ、あなたの真偽は誠に見上げた真偽じゃ。またあなたの話は実に不思議な話で、もしこれを針で持って目の内側の片隅に書いておいたならば、うやうやしくものを考える人の反省の種ともなるものであろう。それから、商人の傍らに座って申しました。アッダーにかけて、
お兄弟よ。わしはあなたと鬼神との間にどんなことが起こるかを見ぬうちは、あなたのおそばを離れますまい。そして言葉通り、老人は居残って、商人と話を始めたのでしたが、見れば、商人は深い悲しみと不安な思いに囚われて、怖さと恐ろしさとに、気も失いかねないありさまでした。こうして、このカモシカの主人がそこにずっと一緒におりますと、そこに突然、もう一人の老人が、黒犬の猟犬を二頭連れて、二人の方に向かって進んで参りました。近づいてくると、二人に平安を祈り、魔人どもの出没するこんな場所に、二人が留まっているわけを尋ねました。そこで二人は一部始終を語りました。ところが、その老人が座ったと思う間もなく、第三の老人が、一頭のムクドリ色のメスラバを連れて、彼らの方にやってきました。その老人は一同に平安を祈り、彼らがこんな場所に留まっているわけを尋ねました。そこで彼らは一部始終を話しました。しかし、その話を繰り返しても、何の益もございません。こうしているうちに、一陣の砂ほこりのつむじ風が立ち上り、大風が激しく吹きつけながら、この草原の中ほどに近づいてきました。次に砂煙が消えて、例の魔人が、鋭く研ぎ澄ました剣を手に持って、現れ出ました。そうのまぶたからは、火花がほとばしり出ていました。魔人は彼らのところにやってきて、真ん中にいる商人を引っ捕らえて、これに言いました。さあ来い、貴様が俺の子供を、俺の生命の息吹を、俺の心の炎を殺したように、俺も貴様を殺してやるから。すると商人は涙を流して、嘆き始めました。そして三人の老人もまた激しく泣き、うめき、涙にむせび始めました。しかし第一の老人、カモシカの主人はとうとう思い切って、魔人の手に接吻しながら、言いました。お魔人様、お魔人たちの王様方の頭であり、彼らの王冠であられるあなた様よ。もしわしがあなたに、このカモシカとわしとの物語をお話しして、それに感じなされたなら、どうかその褒美に、この商人の血の三分の一を免じてくださらぬか。魔人は言いました。よろしい、承知した、尊ぶべき老人よ。もしお前が話をして、俺がそれを不思議な話だと思ったら、それに免じて、この物の血の三分の一をお前に使わそう。そこで第一の老人は申しました。されば、お鬼神様、実はこのカモシカはわしの叔父の娘で、わしの血と肉でござりました。わしはこれがまだ若い頃にめとって、30年近くも連れ添ったのでした。ところがアッラーは、この女にたった一人の子供をもう恵みくださりませんでした。そこでわしは一人の妾を置きましたところ、アッラーのお恵みで、昇り際の月のように美しい男の子ができました。その子は見事な目と、迫った眉と、申し分のない手足を持っていました。だんだんと大きくなって、その子はとうとう15の少年になりました。ちょうどその頃、わしは大事な商用で、遠く離れた町に出かけねばならぬことになりました。ところで、このカモシカになっているわしの叔父の娘は、子供の時から妖術と魔術に通じておりました。そこでその魔法の知識を使って、わしの留守の間に、わしの息子を馬甲子に、またその母親である女奴隷を馬目牛に、変えてしまいました。そして家の牛飼い男に、二人の番をさせることにしました。わしは長いこと経って、旅から戻りました。わしは息子とその母親のことを尋ねますと、叔父の娘はこう申しました。あなたの女奴隷は死んでしまったし、あなたの息子は逃げてしまって、どこへ行ったやら一向わかりません。そこで一年というもの、わしは心中の悲しみと目にあふれる涙とに、打ちひしがれておりました。さて例年の祭日、犠牲の日、が来た時、わしは牛飼いに、よく肥えた目牛を、
別に取り除けておくように伝えました。すると牛飼いは、よく肥えた雌牛を引いてきました。だがそれこそ、このカモシカの妖術にかけられた、わしの目かけだったのでござります。そこでわしは袖と着物の垂れとを託し上げ、手に包丁を持って、その雌牛をほふろうと用意しました。すると突然、この雌牛は悲しい声を立て、涙をおびただしく流して泣き始めました。そこでわしは自分の手を止め、牛飼いにそれをほふるように命じました。牛飼いは言いつけ通りにして、それからその皮を剥ぎました。ところが、その雌牛は油も肉もなくて、ただ皮と骨ばかりだったのです。わしはそこで、これをほふったことを悔いましたが、悔いたとて今さらせんないことでした。それで、それをば牛飼いにくれてやり、またこう言いつけました。よく肥えた子牛を一匹連れてこい。すると牛飼いは、子牛に変えられたわしの息子を連れてきたのでした。この子牛はわしを見ると、綱を切ってわしのところに走ってきて、わしの足元を転げ回り、なんといううめき声を立てましたことか、なんという涙を流しましたことか、そこでわしもかわいそうになって、牛飼いに言いました。別の雌牛を連れてこい、そしてこいつは残しておけ。ここまで話したとき、シャハラザードは朝の光が差してくるのを見て、これ以上王の許しに甘えずに、つつましく口をつぐんだ。